皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではトライクに関するお役に立つ情報をお届けしますので、最後までお付き合いください。今回は視聴者様の質問で、トライク 250cc に乗ろうと思うのですか、ヘルメットは被らないとダメなのでしょうか、初心者で何も知らなくてすみません、教えていただきたいですという質問にお答えします。まず、日本全国には道路交通法、免許などと道路運送車両法、登録などという決まった法律があって、トライクの解釈が両方で微妙に差異があります。例えば道路運送車両法では速車付きオートバイまたは速車付き軽二輪に区分され、道路交通法では自動車に分類されるということです。また一般的なトライク、前一輪、後ろ二輪、左右対称構造、後輪駆動は自動車として扱われるため、公道で運転するには普通自動車以上の運転免許がなくてはならないということです。二輪免許では運転できないということです。また逆の言い回しをすると、普通免許を持っていればバイクの免許を持っていなくても 125cc クラス以上のトライクに乗れるということです。しかもトライクのベース車がオートマ、オートマチックミッション、スクーターなどについては普通自動車、オートマ限定免許で運転ということです。では本題のヘルメットの着用義務ですが、免許区分が自動車扱いなのでヘルメットの着用義務はありません。ただし高速道路ではかなりの走行の風を受けて涙が止まらなくなりますし、全走行者が跳ね上げた石や砂が目に入るとかなり危険なので、ヘルメットの着用をおすすめします。今回は少し短めの動画でしたが、視聴者様の質問でトライクに乗ろうと思うのですが、ヘルメットは被らないとダメなのでしょうかについてお伝えしました。それでは皆さん、今回の動画は以上となります。皆さん安全に楽しいトライクライフを楽しみましょう。初心者様にトライクの情報などをお伝えしていきますので、チャンネル登録、高評価、また気軽に質問を受け付けておりますので、気軽にコメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。